お願いします。そうですね、気づいたらもう店にありましたね。そう、お店に今こいつだけになっちゃったんですけど、もっと赤がしっかり残ったフェンダー解体新書に、まあ、載ってたやつと、まあ、今のこの結構使用感貫禄のあるやつだけですね。そうですね、コロナ度は割とずっとソリッドギターばっかり弾いてきた人とかに触ってもらいたいですね。やっぱりなんかソリッドとは違うこの箱物なりっていうのを、温かみみたいなふわっとしたやつを感じてもらいたいですね。割となんかグレッチ好きな方とかにもおすすめな感じはありますね。そうですね、弾いた感じはやっぱりこうさっき話したちょっとソリッドギターとは違ってフワーンとするような、この甘い感じ、このコード感がいいっていうんですかね。うん、ソリッドギターとはまたなんか違う、なんか優しさに溢れてるような感じがします。そうですね、他の箱物との違い。基本はフルアコっていう、もう中が完全に空洞のギターになってるんで、まあ、何が違うっていうふうに言われたらあれなんですけど、まあ、ほとんどの、まあ、ギブソンの335とかグレッチの6120とか6119とか、まあ、定番モデルのやつとかなんですけど、その辺と違ってこれセットネックじゃなくてデタッチャブル、ボルトオンになってます。なかなか箱物でこういうのってないと思うんですよ。であとはまあフェンダー、まあストラトとかと同じようなこのフェンダーの独特の、まあ、フェンダーらしいヘッドの形、まあ倒れても、まあ、倒しちゃダメなんですけど折れないような形にはなってますね。ただあとはもう本来はこの F ホールのところで音ブリッジの位置って合わせるんですけど、なんかそんなのも無視したこの作り、またこんなちょっと不便な感じもちょっと愛らしいですね。とってのコロナドは、僕結構グレッチ好きでテネシアンを弾いてきたんですけど、まあ次のステップみたいなギターですね。ありがとうございました。